どうも、ありがとうございます。ミンスの角度は30度、どうも、キリノです。ということでですね、今回、USJ に来ています。イエーイ。あの、ゆきりのチャンネルの方で、はなおくんと2人で、USJ に行くみたいな。そう。そういう動画が上がってるんですよね。まあ、そちらの方も概要欄の方からチェックしてもらったらいいんですけども、今回、はなおチャンネルも実はその裏で回ってるんですよ。その企画というのがですね、もしもデート中にゆきりのが、はなおのお母さんと変わってたら、はなおはどうなるのかということでですね、ゆきりのチャンネルの方で上がるそのデートの動画のなんと中盤にお母さんと入れ替わってもらいますそのためにね、ちゃんとゆきりのが今着てるこのねベージュの服と同じものをもう一着用意したんで、 それを着てもらってお母さんにはまあバレないように、多分バレるんですけど多分バレるんですけど、いやバレないように頑張ろうって。はい、じゃあということでお母さんちょっと呼んでるんで、こちらへどうぞ。こんにちは、こんにちは。いや初めましてじゃない、僕ら7年ぐらいの付き合い、実際7年ぐらいの付き合いということで、だからいつもね、花尾という人間は結構やっぱりぶっ飛んだこと考えるんで、お母さんも結構やられてきたでしょ、今まで。そうですぜひお母さんよろしくお願いします、はい、今日は、はい、お願いします。ということでやっていきたいと思います、はい、メイキルバセボウィズウェイセルトゥピー見たことないよ、ハリポッターハリポッター見たことない。今から花尾とゆきりんのデートをちょっとね、はい、モニタリングしながら、はい、次お母さんと変わっていきたいと思います。はい、いや、過ぎてない、過ぎてない。あ、見て見て見た、緑と茶色かな。え、いや、あれいや、あれや、あれ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 、あの緑と、あの緑と茶色、あの緑と茶色、あの緑と茶色、うわ、でも面白い、あの緑と茶色、絶対花尾と生きるね。あ、無事、無事、無事バレてなかった、バレてなかったんで、ちょっとこの後ちょっと追跡して行きましょう、はい、ちょっと、はい、あれ見て、ほら、はい、なんか魔法使ってるで。あれはどこの、どこに持ってた方ですか、まあ、あー、なんか言ってる、なんか言ってる、なんか言ってる、絶対あれ、あれ動画モードの腹は動画モードの腹は、あ、なんかもう、あ、なんかやってる、なんかやってるって、開けドアだ、開けドア、開けドアやね。え、子供の時からああいうとこにありました。もう全然、もう本当おとなしくて、はいはいはい、もういるのかいないのか、もう存在感が全然ありませんでしたマジですか。はい、あ、でもなんかあの無事ステッキをくるくる回すに成長したんですけど、はい、それどうですか。はい、頼もしいですねなんすかそのコメントなんかこれ持ってちょっと近くまで、うん、しれっと歩くことできますね。え、ほんまに。はい、出ますよ、はい、休憩ということで持ってきたポケモンをやっていきたいと思います。イキリンさん、イキリンさんお疲れです。お疲れ様です。やった、はい、ここからね、ここから元気ですか。元気です。なんかポケモンやって持ってるって言ってました。あ、ということでイキリンがお母さんに代わるチャレンジ頑張ってください。レッツゴー。緊張、緊張、行ってきます。行ってくるねでも、見える見える、ゆきりに見える、ゆきりに見える、いけるよ、いけるいける、坊主みたいな。誰ですか。え、こんにちは。髪型よ、髪型よ、あなた急に時が50年ぐらい経ちました、ね、待って、うん、待ってね、ちょっと落ち着こう。やばくね、うん、夢ですね。夢じゃね。夢です。似合いますか。全然似合ってない全然似合ってない、ビビるぐらい似合ってないよ。ああ、そうで
ると思います。27歳の男がお母さんと2人で USJ で仲良すぎでしょ、うん、やばい。ずっと大変でした今日は。本当に大変でしたか。撮影の裏側っていうのを知って大変だなって思いましたね。よくやってるなって感心しますね。ちょいちょい巻き込むなよ親を親を巻き込むな。もうでも、うん、いい機会やね。そのモードやめよう。そのモード感極まるモード、あの感極まった相手の特防を下げる母さんの泣き技何に感動してる今逆に。まあ終わってホッとしたっていうもう緊張して緊張しても、緊張するよね。ねそれは。うん、でもいい思い出になりますね。ということで、はい、一旦ね、モニタリング終わったということで、ちょっと一旦ね、2人のところに行っていきたいと思います。行きたいと思います、はい、イエーイ。びっくりした、なんかマジで、たまたま来たかと思った。たまたま、お、びっくりした。急に若返った急に若返ったてってぃということで、はい、デート中、ウキリヌが急にお母さんに変わったら鼻はどうなることが好きで、ドッキリでした。あのでも来たらすぐ分かったよ。でも、うん、あ、すぐ分かったんやけど、来てすぐ顔見られて。じゃあちょっと並んで、3人ちょっと並んでやめて、立ちますか、ちょっと一旦ほんまに恥ずかしいよ。何この絵面。はい、ということで、ピーちゃん直して、なんかおかしいもん、クソもさ元からおかしいもん。最後、花尾さんちょっと締めてもらっていいですか。いやというわけで、はい、あのね、老人を冬のこんなとこに、ね、持ってきたらあかんねん。でしかもお母さんと LINE してたんよね、俺が。そう LINE してて、あの覚悟を持って挑みたいと思います。すごいいやこれはもう何かのご縁ということで、ほんまや、お正月ぐらいは一緒で暮らせ。いやほんまそうしてください、ほんまに。それは帰らなあかんよ。何かの縁、これも何かの縁、これも何かの縁ということで、はい、はい、ということで今日の動画は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。